キムプロからすると鈴木太郎は、かなり先輩になるんですか。もう大先輩ですね。大先輩ですか。僕がプロになる前からもう活躍されてたんで、結構勉強もさせてもらいました。まあ、あのこう言っちゃなんですけどね、キムプロはちょっと年配に見えますけど、実はまだ28歳まだ、はい、若いんですよね。もう30後半だとかたまに40超えてるでしょって言われることもあるんですけど、まだ20代です。そうなんですよね。でもあの雀荘の店長さんとかやって責任ある立場にあるんですよね。そうですね、もう責任ばっかり負されてそうですか。その割には痩せません。いや、ちょっとちょっと、もう食べるのがねストレス発散に、なってるんですよ。プロフィールにもそう書いてあって、そうですね、驚いたのは、朝ごはんは必ず食べるけど、肉を食べるそうですね。そうですね、もう対局の日は絶対肉を食べてから来ますね。よくお腹に入りますね、朝っぱらから。そうですね、でも食べないとなんか力が入んないみたいな。もう入んないですね。成人病には気をつけてください。そうですね、30代になったらちょっと気をつけようと。しばしばハイパイからチートイズのいいじゃんってなんですね。はい。でね、ドラドラ、チートイドラドラのいいじゃんってなんですよね。なんか他のプレイヤーもちょっと統一暗号目立ちますね。まあ、ここは明らかに俊介ですけども、ね、はい。これで四五郎のもろちも見える、いいですね、山井さん。お、ここはペンちゃん。統一が四組なんですかね。四組ね。まあ、ただ六組引けば一気にメンツ点って感じですし。おっ、いいですね、山井さん。あ、これは E ピンが絶戦ですね、これ。一枚切れの E ピン、これは仕上がってリーチ打ちました、5巡目、なんですけどね、1だと、まあ、やっぱり積もらないと、あと数ピン引きの後押しみたいなのがないと厳しいですけどね。あと、リャンピンが2枚出てるんで、さらに3枚目、4枚目のリャンピンが見えたら。出るかもしれないですけどね。山井もこれ、ね、いい形なんで押したいですけど、もうこの時点でEピン掴んだ人出ないんですか、これ。どうでしょう、やっぱ出上がる確率は遅くなるんじゃないですか。そうですか。山井もこれでねちょっと引きましたね。一発だ、お見事。一発もチートイドラドラ、裏はトン。あのできればね、Eピンの場合はあの問答マークを見えるようにしてほしいですけどね。、はい、細かいところですけど。